はい皆さんこんにちはパンダスタジオの中村です、えー、今日はですねこちら e スポーツスタジオに必要なもの全部あるパンダスタジオね、えー、こちらご紹介したいと思いますどういうことかというとパンダスタジオの浜町スタジオは e スポーツに大変適したスタジオですのでまあ、ご紹介をしたいと思いますそもそも e スポーツの放送っていうのはどういったものがあるかまあ、ざっくりとですね、えー、ちょっと分類してみました まず、スマホ等のゲームの告知型。それから、10人ぐらい、2人から10人ぐらいまでの対戦型。バトロワ型。まあ、こんな3つの放送があるかなと思っています。えー、狭い意味でですね、e スポーツっていうと、一番上のスマホ等のですね、ゲームの告知型っていうのは、ちょっと e スポーツ放送とは違うかな、ね、詳しい人から言うと、それは e スポーツじゃないって言われるかもしれないですけど、 いろいろスタジオを運営している方からですね営業でですね、まあ、e スポーツ案件とかゲーム系の案件なんだけどって言われると意外とこの一番上も入ってくることがあるのでままあまあ分かりやすくですね、累、え、計、ー、の中に含めて。これ、文字で見てもちょっといまいちよく分からないと思うので、えー、こんなものですというのを見ていきましょう、はい。まずゲームの告知型ですね、だいたいこんなような画面構成になることが多いです。 えー、開発の方ですとか、まああのー、キャラクターを作られた方、あるいは声優の方々なんかが、まあ、こういうふうにです、ね、並んで,で、まあ、ゲーム内の、えー、内容を告知したりだとか、ね、ホ、は、ヤ、いまあ、コンシューマーあるいは PC ゲームにおけるゲームそのもの、えー、ゲーム内のイベントの告知、まあ、例えば、えー、いついつからイベントが始まるよ、石を配るよみたいなね、そんな告知をしたりするもね。ですね。でえー 放送の中でゲームをプレイすることもあるんですけども、大体まあメインは告知になりますね。ゲームの内容だとかキャラのモーション、それからイベントの画面なんか、まあ、そういったもの、あるいは参加すると石が配られるよみたいな、そういった告知をすることがメインなので、プレイっていうのはまあサブ要素なことが多いですね。なので、あのゲームプレイはあくまでもサブ要素なので、えー、いわゆる既存の配信用のスタジオ、動画収録のスタジオで、まあ、ほぼほぼ対応可能であるというのが、こういったスマホゲーム告知が の、えー、特徴と言え,る言えますねそれから、まあ、ここから e スポーツになってくる感じですね、えー。2人から10人ぐらいまでの対戦型。まあ、例えば、えー、こういうですね、格闘ゲームですとか、えー、パズルゲームで。あとはですね、こういうリーグ・オブ・レジェンドですね。これは5人5人で10人で対,応対戦するやつですね。まあ、こんなやつがあり。この放送の特徴、どういったことが言えるかというと、 えまあ、プレイヤー数、対戦型ですから2人から、それから、まあ、10人ぐらいまでのスタジオが、まあ、1つの累計になるかなと思いますね。10人で対戦するぐらいまでが1つの累計になるかな。でこちらは先ほどの口型と違って、ゲームプレイの様子を中継する、もうゲームをプレイするすえ、ね、プレイそのものがえコンテンツであるよという形ですねで、まあ。そういった中継の生放送イベントでであるで えー、ゲームプレイが、えー、主たるコンテンツですから、もうそのプレイそのもとで見せる、ね、見てる視聴,視聴者を見せる、ね、魅了するというのが主たる要素。で、スポーツ中継のギミック、まあ、例えば野球とかバスケとかサッカーとかね、えー、日本ではいろんなスポーツ中継あります、そこのスポーツ中継で多用されるギミックがよく使われます。e、ねまあ、スポーツなんて言われるぐらいですから、スポーツの要素がよく使われますね。 例えば、それはどういったものかというと、えー、ここら辺にあるような実況解説、リプレイ、今のいいプレイをもう一回見たい、ね、そういうリプレイ、ハイライト、ね、1試合終わった後にいいシーンだけを集めたハイライト、まあ、そういったスポーツ中継のギミックがよく使われます。こちらもです、ねまあ、10人ぐらいまでであれば、いわゆる一般的なです、ね、収録用のスタジオ、配信用のスタジオでも、広さの面ではギリギリ対応可能なことが多い。ただ えー、そういったですね、一般の配信のスタジオですと、オンラインゲーム用の回線ですとか、電源容量、例えば、ニンテンドースイッチみたいなんですね、小さなゲームであれば大丈夫かもしれない、スマホであれば大丈夫かもしれないですが、えー、大きなものになると本当にですね、ワークステーション級のパソコンが必要になったり、まあ、そういったものをですね、プレイヤーの数分、あるいは、えー、その中のゲーム内カメラマンの分まで用意したりすると、まあ、結構な電源を食うことにな。 またそういったものがオンラインであれば、オンライン対戦用のゲームであれば、回線も必要になってきますよね。一般的な配信用のスタジオであれば、配信用の回線はあるかもしれないですが、ゲームプレイに十分な回線が確保されているかどうかは結構密致する。なので、ゲーム用回線、電源容量などの部分で不安があるので、もう二2人から10人の対戦をするような、ゲームプレイが主たるコンテンツになるような、 ものでであればですね、もう e スポーツに対応したスタジオを利用される、まあ、そういったものの利用を視野に入れていただくことが推奨されるという。それからさらに、ね、次のバトロワー型、ね。例えば、えー、プレイヤー数が非常に多いもの、バトロワー型。まあ最近流行ってきたやつですね。えー、例えば PUBG、プレイヤーズ・アンノウン・バトル・グラウンズなんかはですね、16チーム64人が対戦するというゲームになって でこちらもですね、ゲームの様子を中継する生放送イベントで、まあ、ゲームプレイが、えー、主たる要素という形,で形の放送が多いですね。で当然、先ほどと同じようにゲームプレイが、えー、主たる要素ですからスポーツ中継のギミックが対応されますで。さらにですね、先ほどと違って10人ぐらいであれば、まあ、まあ既存のスタジオにあるような控え室でも割となんとかなったりするんですが今回の、ね、この例のバトルロア型のものであると 例えば64人の選手が、選手だけで64人ですからね、そういった方々が集まってくるわけですから、そういった選手控え室の確保ですとか、あるいは、まあ、これだけ大きなイベントになってくると、そのですね、配信している様子、選手たちの様子を見たい、中継を見たいっていうような、まあ、観客席の要望なんかも結構入ってくる、そういった場合に、まあ、選手だでもですね、かなり集まってくるのに、観客席どうしようかっていうところも考えなきゃいけない。 でもこうういいっったススペーのの確保ななんていうのも結構重要になるそして、まあ、先ほどのです、ね、10人ぐらいでも結構どうしようかなっていうところであった、えー、電源とか回線、ね、こういったものがもう一般的なスタジオでは対応できないことがほぼほぼ、えー、多くなってなのでもうバトルワー型の e、えー、スポーツをやりたいっていうことになるともう完全にですね e スポーツに対応したスタジオの利用が必須になってくると言っても過言ではないかなと思う。 で、まあ、必要なもの、例えばバトロワ型の e、えー、スポーツをやりたい場合に必要なもの、えー、ざっと考えただけでも、えー、こんだけのものがあると思います、えー。選手用のスペースですね。これは選手が、ね、プレイするためのスペース。一般的なスタジオではあんまり考えなくてもよかったかもしれない、まあえー、けども、64人も集まってくればです、ね、64人の方々がプレイするスペース、ね、広いスペースが必要になります。 放送ではない時間帯に待機している控え室、まあ、例えばパソコンをです、ね、セッティングしてるだとか、放送のテクリ派やってる間とかで、選手がずっといるわけにもいかないですから、で選手の控え室、それもひ、えー、多くの人数が集まってくれますから、えー、広い控え室が必要。でそれだけではなくて、まあ、観客席どうしよう、ね。スポーツ中継のギミックが使われますから、実況席、ね、実況解説のスペースというのもあり、必要ですね。 でさらにまあ放送の、ね、サブ、ね、放送を、えー、番組を作るサブ調整室というのもいいですねで。あとは、えー、ゲーム内カメラマンですね。例えば十、えー、人とかまでいかない、まあ、2人から10人とかっていう形であれば、えー、選手のプレイ用の映像を、まあ、そのままもらってればよかったんですけども、まあ、64人になってくるとですね、えーまあ、それだけではなくて、えー、ゲーム内カメラマンといったような役職も必要になってくることが多い。 まあそうすると、まあ、選手だけではなくて、まあ、選手のスペースだって大変なのに、今度ゲームカメラマンね、例えば5人とか6人とか、ね、そういったもの方々のスペースも必要になる。でさらにまあ、ね、選手の数だって多いのに、まあ、これだけでいろんな方々が関わってくるようになると、放送そのものも複雑化、大規模化してくるようになる。なので、こういったものへの対応も必要になってくる、ね。ばーっと見ても、結構いろんなものが必要、いろんなことを考えなきゃいけない、スタジオが必要になる。 ね、で、こういったお悩みに答えられるスタジオがパンダスタジオですよ。パンダスタジオでは e スポーツに必要なスタジオ要素、全部ある。つまり、どういうことか、ちょっと見ていきますね。例えば、スマホ等のゲーム告知型、こういったものであれば、これはパンダスタジオの浜町でいうと C スタジオ、それから秋葉原のスタジオ、オレンジスタジオですとか、ハリウッドスタジオ、まあ、こういったところでですね、まあ、昔から、ねえー、ずっと。 こういったスマホゲームの告知型、えー、非常に多くの実績がある。これはオレンジスタジオの場合ですね、まあ、こんな。それから、えー、2人から10人ぐらいまでの対戦型、これはパンダスタジオでいうと、ハ、えー、マチョウ、B スタジオが、えー、こういったものの対応に当たっています。広さは58坪ありますから、選手が入っていただいたり、まあ、こういうです、ね、選手がプレーするブースを作るのにも。 立て込みをするのにも十分な広さがあるそれから回線もですね、B スタジオの方には 2GBps の回線3本プラスアルファ。まあ、これがですね、3本の方がプレイをしていただいたり、配信をするようですね。あとはプラスアルファとして、館内回線がありますので、まあ、あの関係者の方、あるいは会場に来ていただいている方が w i f i で使うような、まあ、普通のです、ね、業務で使うようなものが1個用意できますので、2GBps。 対戦3本プラスアルファという形態としていますそれから B スタジオには控え室が4部屋ありますのますで、サブですね、放送消失用のサブもありますよという形で、こういうですね、2人から10人ぐらいまでの対戦型であれば、の、パンダスタジオ浜町は B スタジオに適しているというふうにご案内です。それから最後ですね、バトロワ型。これはですね、えー、浜町のスタ、パンダスタジオ浜町の模想力を上げて、えー、実施しているような形になります。 A スタジオをですね、まあ、ねこんな感じで会場作ってメイン会場としてで、B スタジオで実況解説を入れて、C スタジオをまあ各種スペース、倉庫代わりに使ったりとかですね、まあ、いろんな各種スペースとして使い、カフェスペースを選手控室として、これから回線ですね、B スタジオで使ってた回線、2GB、3GB 分を、2GB、3本分をですね配信用で使って、1GBps を 5本をですね選手のプレイ用で使って、さらにまあ館内の w i f i とかを、ね、関係者のまあ普通のインターネットといった、まあ、こういうですね、えー、広い交代機の回線を使う。バトルワーカー型であっても、浜町スタジオのでで、ね、総力を上げれば対応ができるということですね、はい。ということで、パンダスタジオにはー e スポーツに必要なスタジオ要素、全部ということですね。はい でまあ、実際どうなのよね、こうやって話聞いてて、まあなんとなくいいなと思った方はですね、ぜひ、えー、インターネットでパンダスタジオ浜町を検索していただいて、えー、見学に行ってくださいね。あ、これなら大丈夫だねっていうふうにぜ納得いただけると。というわけで、えー、パンダスタジオ浜町、e スポーツスタジオに必要な要素全部あるです。